両の腕を差し込んでいった三沢ミサル、三冠王者、手負いの三冠王者、エルボーだ。セカンドロープから終わった。ネックブリーカードロップをセカンドロープから打っていったぞ。タワーはどうか、カウントは2、カウントは2つ。優勝決定ともえ戦の第1戦、三沢と小橋の永遠のライバル同士の、永遠の親友同士の一戦、今年の優勝に王手をかけるのは三沢か、それとも小橋か。投げっぱなしのジャーマンだ、投げっぱなしのジャーマンだ。おっと、あー、三沢ミサル首のあたり手で押さえている、動きが止まったか。さあ小橋、極太の右腕、火を吹くか。今年のチャンピオンカーニバル公式戦、勝ち星の全てをこの小橋健太、右腕ラリアットで奪ってきた。あと打った、スープレックスを打っていったぞ。さあカバーどうか、あとカウント2で返している。もう馬場さん、こうなるともう精神力ですね、上げることができるか、こらえるか。三冠王者三沢ミサルであります。さあ残り時間今2分を切りました。さあブレインバスターの体勢だ、上がった、上がったぞ、これは危ない、垂直落下、オレンジクラッシュが炸裂。ブレインバスターの体勢から真下に落としていった。カウントは2、それでもカウントは3つ、入りません。さあもう時間がない。チャンピオンカーニバル優勝決定ともえ戦の第1戦、三沢対小橋、残り時間1分を切っております。そうと垂直落下式の DDT、 さあ来るか、右腕に、右腕に気力がみなぎるか。残り時間は30秒を切っているぞ、タイミングは測るぞ。目を向いた、いった、ブロック、三沢ブロック、三沢光晴よく見ております。三冠王者、両の腕で小橋のラリアットをブロックしております。もうほとんど時間がない、時間はない。ともえ戦の第一戦、引き分け濃厚、カバーはどうか。サードロープに三沢の足がかかりました。あーっと